そうしようと思ってそうその時の思い出を <laughs> もうほんまにあの曲あかんでもうめっちゃなやばいなそう「桜の花びらたち」を歌わせていただいたんですけどやばいなあの曲もう歌詞が本当に私たちあのそれこそフーアとねシアンと。 暗示で不安にょんでそうヨンヨンがね歌わりを考えてくれてそこの歌う場所が <laughs> 歌詞がやばかった <laughs> <laughs> そこはやばかったやばかったな本当に「あの曲あかんよ」<laughs> って思いながらあそうだよ美咲最初から泣いてたリハの時ねリハの時はそのやっぱりそうまだ大丈夫よし大丈夫 <laughs> と思って思ってたら結構みんな泣き始めてリハで。 私その時はュウの泣いてる姿を見てうわーって一気に泣くモードになって思ってリハでもちょっと泣きました本番でも本番が一番やばかったけどだって「ラスサビ」全然アンジ歌えてない。 あの涙の花びらたちがハラハラーから全然歌えてないあやばいあやばい歌われへんと思ったらヨン,ヨンが手を握ってくれてねもうそれで本当に余計に泣きました <laughs> あ,あ本当にん <laughs> ね あ<ア> <laughs> ね本当にうーん嬉しかった、ね、なんかやっぱりさ国が違うからさ韓国やから44はすぐに会われへんやんかっていうのもいろいろ歌いながら考えてたんですそうす。 <laughs> そう,うねえ余計にそれで泣いてもた <laughs> ね韓国行くって会いに行くって言ったのでまた会えるなら <laughs> 会った時には。 報告します <laughs>、うん、ああそうなんかそれで知ってそうそうそうあ、それとねツアーの選抜が発表されましたねちょっとあんまりシオンの卒業の日やし 触れないでおこうかなって迷ってたんですけど <laughs>。そう、コメントでいくつか見たから。ね。私は大阪で。せっかくいただいたチャンスなので。全力で頑張りたいと思います。お待ちしております。 すぐドーナツ買いに行くってあ確かにね韓国でねライブできたらいいなわかるうんありがとうございます嬉しい名前を見た瞬間に結菜さんと玲子さんが「おめでとう」ってすごい言ってくださって。 昨日散々ファンクラブでもたくさんお話ししたので頑張ります <laughs> 頑張りますしか言われへんけど自分ができることをしっかりやってね本当に大切やからチャンスをものにできる人になりたいと思いますんこんばんは。 ね楽しみね四4四会われへんくなるまあ会うんですけど会いたいから <laughs> 会う予定ではいるんですけどえ最近さ思ってたんですあの、ショールームでさ見ててあの私のファンの方がね 名前の後ろに天使マークつけてくれるてるんですめっちゃ嬉しい本当にえもっと増やして <laughs> めっちゃ嬉しいそれなんかね名前の後ろに天使マークつけてくれてるんですつ <laughs> けたって <laughs> 嬉しい確かになあ4位を発表から卒業まで 早かった。うわつけたよーって嬉しいありがとうございます。そう嬉しい。ちょっと私それ見たらあ私のファンなんやと思いますこれから。<laughs> ねえ本当にいやーつけたよーって何時もとえー、本当ですか。嬉しい。<laughs> いやね、あのー、お話し会のね日程も発表されましたしたくさん皆さんにお会いできるのを楽しみにしてますうん <laughs> 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 個数も増えてるって全然あ全然。あ全然 嬉しいううこんばんはううえー来てくれます嬉しいもうさ一緒にお話ししようや <laughs> また言いますね詳細が 発表されたらねえ関東にも愛知にも行きたかったそうあんじシャチホコになりたかったんよええ、シャチホコやんなそうなりたかった 話話そう話そうう <laughs> 本当ですかオーラが嬉しいなんかね私の髪の毛のカラーを担当してくださってる方にもすごい目立ってたって言ってくださってそうこの前のねコンサート来てくださったんですその方になんか。 あのめっちゃ目立ってたって言ってくださって嬉しかったもっと目立てるように頑張ります <laughs> なんかあれ沿ってるやんかシャチってアンジもなってみたいなってそう今日は記憶のジレンマでしたユニット もうちょいで12時なのでぜひアーカイブを見てくれると <laughs> 何話してた何話してた A44 の話してました <laughs> え知ってるかな私ねあの研究生公演ウィルビーアイドル公演の時にあの 高のりんごって曲がそうあったんですけどその曲の私の目標シャチホコだったんです <laughs> 最初ジャンプするところがあるんですけど振り付けでそこシャチホコのイメージだったんです私にとってだから人よりそろってやろうって気持ちで <laughs> ねえ嬉しいですありがとうございます そうあのねジャンプね新体操の時にもやってたんですああいうジャンプのやり方があるんですけどやっぱり元気じゃないからもうあそこまではそられへんけどちょっと自分が今できるところまで頑張ろうと思って研究生時代飛んでました。<laughs> <laughs> ね、今って何時ですか。<laughs> ごめん、全然、あの時計がなくてさ、いきなり切れちゃう可能性があって。申し訳ない。<laughs> あの、五十五分になったら教えていただけたりしますか。え、え、もうそんな時間。え、嘘やろ、ほんまに。え、え、え、えー、え。え。え、ちょっとランキング読みますわ、ごめん。え、今聞いてよかった。 13位のえー、すごい天使が並んでる嬉しいありがとうございます。えー、では13位の方から呼ばせていただきたいと思います。13位の方ちーネーさんありがとうございます。12位の方楓さんありがとうございます。11位の方裕次郎さんありがとうございます。10位の方カニパンさんありがとうございます。9位の方ふみさんありがとうございます。8位の方マリリンプありがとう。 7位の方和馬優華さんありがとうござ…あランキング変わったな今もう一回もう一回行きますね13位の方楓さんありがとうございます12位の方ドラゴンさんありがとうございます11位の方カニパンさんありがとうございます10位の方雄次郎さんありがとうございます9位の方ふみさんありがとうございます8位の方マリリンプーありがとうございます 七位の方、かずまゆげさん、ありがとうございます。六位の方、たまひよさん、ありがとうございます。五位の方、たいきちさん、ありがとうございます。四位の方、村人 T さん、ありがとうございます。三位の方、かまかりさん、かまかりさん、ありがとうございます。すごい講演、ありがとうって、ありがとうございます。二位の方、しんちゃん、しんちゃん、ありがとうございます。ありがとう、公演も来てくれて、一位の方、やすべさん、やすさん、ありがとうございます。ね、この前、ありがとうございます。来てくださり、すごい。全員天使。 すごい、ありがとうございます。<laughs> 嬉しいな、なんかすごい私のファンって感じ。<laughs> ありがとうございます。あ、え、また今日もさくちゃん来てくれてんの?。ちょっとさくちゃん、さくちゃんだけ読んで。六十四、あ、六十四位さくちゃん、ありがとうね。あ、よかった、間に合いました。ありがとうございます、皆様。<laughs> よかった聞いといて危なありがとうございましたまたシオンに会える日に会いに行こうと思います <laughs> 私は配信が終わったらご飯を食べますおやすみ明日も頑張りましょう皆様明日は稽古だ <laughs> 頑張ります。ありがとうございました。ごきげんよう。さいならっきょう。<laughs> さいだらっきょう。おやすみなさい。<laughs> <laughs> バイバーイ。バイバーイ。ありがとうねー。おやー。さいだらっきょう。いつ止まるかわからんから。